皆様こんにちは。今回は新作のプチプラコスメをたくさん購入してきたので、それを紹介していきたいと思います。ちなみにこのメイク動画撮れてないんですけど、カラコンがレビアの、プライベート03っていうカラコンで、ピアスはチーノ刺繍ピアスで、リップがキャンメイクのムチプルティント03番をつけております。はい、では早速紹介していきたいと思います。結構新作が出てて、でまず一番最初に私がずっと気になってたこちらが先行発売されてたんですよ。キャンメイクメタルックマスカラのブラックとブラウン両方買ってきました。これがコイルタイプの、まあ、コイルっていうかメタルコームって言われてるんですけど、結構韓国とかで流行ってる、ブラシが金属のコイルタイプのマスカラになってて、でこれが何がいいかっていうと、束感が自然に作れるというもので、こんな感じのねコイルタイプで細くて、は結構ナチュラル系かなって思ったんだけど、なんか1度塗り2度塗り3度塗りでだいぶ印象が変わるらしく、ちょっと今ねつけちゃってるんだけど、下にちょっとつけてみると結構存在感が出るらしい。でね、しっかりウォータープルーフで、まあキャンメイクはがっちりカールキープ力があるもので、これもね結構いいらしい。まあレビューは多分先行でこうなんだろう PR とかの方がインスタに載せていたんですけど、結構こうカールキープ力があって、で、ポイントメイクリムーバーで落とすの必須みたいなの書いてあったんですけど、ブラウンがこっちで、しっかりちょっと明るめなブラウンっていう感じかな。はい、これがずっと気になってて、で全然店頭にないなないなと思ったら今日見つけたので2色買っちゃいました。はい、これまたね使いたいと思います。とこちら、これも出てたの、キャンメイクリップトリックライナー S02 番の、リップ用のシェーディングリップライナーみたいな感じで、ハイライトライナーみたいなのもあったんですよ。それがリップのね唇の山とかにこうつけるやつ。ただまあそれはハイライトでいいかなと思ったのであえて買わなかったんですけど、っていうかさ、マスカラめっちゃ束感出てません？こっち塗ってない方、塗ってる方、すごい存在感が下まつげに出てる。はい、こんな感じのリップライナートリックで、これがね私が02番はちょっとブラウン系、あ、クリーミータッチライナーみたいな感じですね。なので出したら戻りません。でこんな感じ、ほら、あ、結構薄いっていうか全然色があんまり出ない、わかるかなこの薄さ、ほんと影色って感じで、私が買った02番はブラウン系だったんですけど、1番がねちょっとグレー味のあるブラウンっていう感じで、これをここにちょっと足すんですよ。あ、手の甲にはあんまり出ないけど唇には結構出るね。ここに足して影が足すとちょっとこう口角が上がって見えるっていう影とか、ここの影とか、まあ、唇の形を変えるとちょっとここがふいって上がってるように見えると思うんですけど、っていう専用のものが出てたので、ちょっとマスカラがさすごいから、ちょっとこっちも塗ってみる。うん、結構存在感出るマスカラ、ちょっと今感動しちゃった。ほらすっごい増えたすごっ。はい、でこれを買ったのと、これよ、セザンヌのこれ、スフレアリップの1番と2番両方買ってきました。2色展開で、1番がカシミアレッドって言って、ちょっとブラウン味のある赤だったかな。このセザンヌのリップもともとすごい好きで、ツヤが出てる方で、これはマットで、まあマットもねこのツヤの方もめっちゃ好きなんですけど、スフレマット私すっごい好きだから絶対欲しいと思ってて、今日マツキヨで売ってたので買っちゃいました。まず1番の方が、おお、すっごいクリーミーな感じです。これがマットなのかな。で2番のカラー、
んな感じ、ピンク味のある感じ。これ艶じゃないのかな。ちょっと1番から塗ってみますね。こんな感じ。なんかマット感はないけど、時間が経つにつれてマットになるのかな。うん、かわいい、すごい。で2番も塗ってみます。2番はね、ピンク系、ローズ系のカラーですね。うん、かわいい。これも全然でも乾燥する感じもなくって、手に出した方もまだツヤっとしてるんだけど、馴染むとマットなのかなっていう感じです。はい、でもめっちゃ可愛いです。すごい欲しかったので嬉しい。とあと最後こちら、キャンメイクのシルキースフレアイズのマットタイプの M07 番を買ってきました。もう一個が私が好きそうな、なんかオレンジブラウンみたいな感じだったんだけど、なんでこっちにしたか、パーソナルカラー別メイクの動画を撮ろうかなと思ってて、っていうのもリクエストがすごい多いんですよ。あのパーソナルカラー別に全部動画作ってほしいっていうこと でこれがね、ブルベナッツさんにすごいおすすめみたいなの書いてあって、で私ブルベナッツが多分最も苦手っていうか、青みの明るめっていう、あんまりアイシャドウとか持ってなかったので、この M07 番を買ってみました。結構くすんだカラーで、グレー味のあるカラーっていうかね、薄いし、私からしたらね、でちょっと顔色がなとかって思ったんですけど、でもブルベナッツメイクも挑戦したいなと思って買ってみました。こんな感じの、こうちょっとくすんでるローズピンクみたいな感じで、ちょっとグレー味のある感じで、ブルベナッツさんにすごくいいらしいので、これを買ってきました。なのでこれを使ってブルベナッツメイクをしてみようかなと思います。でそしたらね、おまけをもらって、これがね、2月10日に新発売するメイベリンの新しいファンデーション、スーパーステイルミマットリキッドファンデーションのサンプルをもらいます。結構ね、しっかり入ってるんですよ。これがね、ナイアシアミドが配合されたファンデらしくって、そう、すごいね、いいらしいんですよ。まあ C20 はね、結構一番明るめ、まあ一番中間かな。多分私だったら W20 とか W30 とか N30 ぐらいの黄色みのあるちょっと暗い肌のやつが合ってると思うんだけど、これも楽しみ。はい、これをもらいました。はい、こんな感じで今回は、私がずっと欲しかった、まあネットでね、コスメアカの方がタイアップとかでいろいろ投稿してくれてる記事を見て予習してて、新作コスメ、キャンメイクのこのマスカラとか、センサンヌのこのリップとかすごいチェックしてたら、たまたま時間があったからマツケを言ったら全部売ってて、大興奮でちょっと買ってきました。てかこのマスカラが本当にすっごいちゃんと束感出してくれてさ、すごい存在感を出してくれるからすごいいいかも。ホイールタイプだからちょっと重いんだけど、まあでもちょっと重いんだけどすごくいいです。はい、またそれぞれメイク動画で紹介していきたいので、使用感とかそういうのは動画で見ていただけたらなと思います。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。